ちは、佐野かなえ二十歳です。私は実践女子大学2年生で学校のスノーボードサークルラジットに所属しています。今日は福島県のグランディハトリコスキーリゾートに遊びに来ました。これから滑りに行きたいと思います。行ってきます。 And the world was a wondrous playground where imagination ran free。 自然な地形が楽しめるコースとか、みんなが滑れるようにレイアウトされたゲレンデだから、女の子やファミリー層には特におすすめですね。都心からのアクセスもいいので、ぜひぜひみんなも遊びに来てください。スノーボードを始めたきっかけは、大学生といえばスノボかなみたいなノリで始めました。スノーボードの魅力は、なんだろう、なんか個人プレーのところ達成感とかです。今日初めて私グランディハトリコ来たんですけど、雪も軽くてコースもご飯も温泉も全部最高でした。超面白かったです。またみんなで行きたいと思います。皆さんもぜひ来てください。Bye-bye.